はい、続いては英語のマルコさんですね。はい、ポップセンチュリーを一つですね。よろしくお願いします。で、今日発送で明日着予定です。はい、結構開けてポンですけど、あの PB の時間量が多いので、よいしょ、結構時間かかりますね。まあ間に合いますんで今日発送。はい、まずはバネッサさん、バネッサワーシルさん、いい写真選んでますね今年ね、結構ね、うん、あ、横型だからデュアルですよ多分。誰でしょうか、せーの。あ、このジェレミーさんとこのつながり、ディロンさん、ケビン・ディロンさん、どういうあれかちょっと分かりませんけど、キューザックもデュアルであったんですね、ジェレミーさんとの。下が違うんですよ、これ3回目です。下が違う、まあ上はあのジェレミーさんで、何の映画のつながりかちょっと分かんない。うん、はい、デュアルオート来ました。あ、これ見ましたっけ、20シリ。はい、でオレンジ、あ、2万円ってだって少ない。はい、2の1です。オレンジのアイスだと2なんだね。でレリック、はい、バロンコーヘンか。はあ、これなんだろうな、シャツっぽいですけどね、普通の。うん、80枚限定です。でラスト、これは何のデザインだ、お、あのダイヤのやつだ、かわいいや、かわいらしいやつ。誰だろう、ん、金髪、誰だ、エリザベスさんだ。おー、多分初めて、去年いないよな、いない、いないと思います。去年見た記憶がないだけかもしれないですけど、はい、15枚限定ですね。うん、これどの辺がいいのかな、まあ女性がほとんどですよね。あ、この辺か、カタログのね。うん、はい、これデザインいいっすよねこれね。うん、とても綺麗です。はい、ということでレリックね、後編さんで、デュアルとバネッサさん、はい、こんな感じになりました。トリプルはあんのかな、ここもまあデュアルだけですもんね、それとカットシグネチャーとですね。うん、キーファーサザンランズさんはサインがお嫌いだっつって、店長もね、あの10年前ぐらい頼んだんですよ、あのジャック・バワーの時ね、日本で流行ってた時。うん、それあのお父さんはいいんだけど、あの息子さんはサインがあのなんかあまりこう思わしくないっていう内容を聞いて、あ、そうなんだと思って、いや日本で入ったらね、ワールドスターズ入ったら面白いなと思ってね、うん、クソーってね言いましたよ店長はい、ダメかってはい、ということで、それスタロンさんはね結構すぐ OK してくれたんですけどね。はい、じゃあ左が店長で右お客様、参加をします。ワン、ツー、スリー、キングのワンペアですね。はい、ワン、ツー、スリー、5のワンペア、フラッシュじゃないというやつですね。はい、ということで車を一つ一緒にお送りいたします。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。